マンガブサール駅は、インドネシアのジャカルタ首都特別集中王ジャカルタ市、サワブサール区にある、KRL コミューターラインの駅。線路としては、インドネシア鉄道会社のジャカルタ線上の駅であるが、路線系統として、通勤列車である、KRL コミューターラインの中央線と、地下乱線が乗り入れる。駅自体の開業年月日は不明。 日本の円借館により1993年に駅は高架化、エスカレーターも設置されたが現在では故障して止まっている。相対式ホームに面2線を有する3階建ての高架駅。ジャカルタの旧市街地で近代化されていない昔ながらの街並みを眺められる。かつては家人の多く住む地区だったが、1998年5月の反火人暴動後に、 地域の家人が、ジャカルタ郊外へ転出し、暴動で荒れ果てた姿を晒す建物も多く残る。ブックインフォーマシダークターットジェンダールパーカレターピオン2014ジャカルタダークターットジェンダールパーカレターピオンケメンテリアンパージュバンガンインドネシアダイルセプカンダリベルショースリータングル1ジャネワリ2020東南アジアを走る日本の廃車両 P14 インドネシア鉄道の旅魅惑のトレインワールド P71 ありがとうございます。